スノーキーの FX 比較攻略ブログ、管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では、2015年7月より実装されました広瀬通商さんの先読みライオンチャートの、使い方、始め方についてお話していきたいと思います。なおこの動画は私が個人的に作成したものであり、広瀬通商さんは関係ありませんということでですね、まだ口座をお持ちでない方は2000円お得なキャンペーンがありますので、最後までお見逃しなく、もしくは動画の解説欄、説明欄をご覧ください。でですね、2015年7月に、こういったサービス開始しましたよということで、出そうと思って出せなかったんですよね。で、なぜかということがちょっとわからなかったので、広瀬通商さんのサポートセンターに電話して聞きました。するとですね、私いつも使ったのはこの Java 版、青いアイコンの方だったみたいで、.net 版から出せるということで、.net 版をインストールしてくださいと、いうことを教えていただきました。で、こちらがそのホームページの画面で、ここをダウンロードをクリックすると、ダウンロードが始まって、インストールすることができます。まあ、いつかは Java 版の方でもいけるようになるかもしれないんですけどね。で、実際、ログイン ID とパスワードを入れると、まあ、いつものこのような取引画面になります。はい、パソコン版ですね。でですね、ここの上のタブの中からチャートというものをクリックすると、ここに、はい、先読みライオンチャートというものが、新たに実装されてました。で、ここをクリックすると、まあ、私ですと、インターネットエクスプローラーで開きましたけども、何かしらブラウザで、立ち上がると思います。で、立ち上がった画面がこちらですね。で、このチャートにはですね、先読みライオンチャートには2つの大きく分けて2つの機能があって、1つが、この、先読みチャートと呼ばれるものですね。はい、これ、米ドル円の日足、今表示してるんですけども、まあ、このような感じであると。そして、過去ですね、ここのチャートとよく似たものを探し出して、3つ出してくれてます。下が2015年3月、2014年11月、そして2013年9月と。でですね、まあそれにこう、この後、この3つと、まあよく似た動きするならこうなるかもしれませんよという、まあシナリオみたいなものを出してくれるんですけども、ご覧のようにね、結構バラバラに出てきて、まあ結局どれを参考にしたらいいんだっていうところがちょっと難しい。まあこの一致率で、判断するっていうのもありなのかなと思うんですけども、まあ私はこちらよりももう一つのシグナルパネルの方が面白いかなと思ってます。で、まあちなみにこの先読みチャートの方の画面では、この右上ですね、ランキング、どの通貨ペアで買いサイン、売りサインがよく出ているのか、その合計がランキング形式で出てます。はい。で、ここ左ですね。ここで切り替えることができます。今、さっき読みチャートですけども、シグナルパネルの方をクリックすると切り替わって、次のような画面になります。はい。で、まず、左上ですね。はい。こちら、ここの、6つか。6つの通貨ペアが出てまして、移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、MACD、ストキャスティックス、RSI など、いろいろなね、テクニカル分析で、そのテクニカル分析では買いなのか売りなのかということをこのような矢印で表してくれてます。なのでですね、まあ同時に、複数の通貨ペアを表示したりとか、あるいは複数のテクニカル分析を出さなくてもここである程度、はい、一目で見ることができる。まあこれがね、私個人的にはすごく気に入っているところかなと思います。そしてまた FX 初心者さんにとって、このようなね、矢印で、出してくれているというのは非常にわかりやすい機能かなと思います。はい、そして右側ですね、こちらのチャート部分によく見るとこの青とか赤の矢印が出てるんですけども、ここが要は売買シグナルの部分ですね。はい。で、まあ、売りなのか買いなのかって、まあそういうポイントをね、出してくれてます。まあ実際に売買するかどうかっていうのはもうそのご自身の判断なんですけども、でですね、まあその通りにもし取引していたらどうなってたのかという、まずトレード別損益、そして、累積収益というものが出てまして、これはお試し版、口座がなくて見れるやつだと、ここがもう見られなくなってます。ただ、リアル口座があると見られます。ちょっとごめんなさい。今回モザイクは入れさせてもらってますけども、はい。実際どうなのかというのは、リアルの口座があると見ることができます。はい。まあ、やっぱり上のこのね、このパネルが非常に面白いかなと。日足とかもこれ、いろいろ変更もできますしね。はい。という、まあ、取引どこまで、生かすのかというのは、まあ、人によって変わってくるかと思いますけども、非常に面白いツールだと思います。で、冒頭で言いました、2000お得なキャンペーンですけども、私のブログと広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンというのを行ってまして、タイアップ専用バナーからの新規口座開設と条件を満たしますと、2000円が、
通常のキャンペーンに上乗せというお得なものです。なのでまだ口座をお持ちでない方は、この動画の解説欄に、URL を貼っておきますのでそちらをご覧ください。はい、ということでね、今回はチャートツールの解説でしたけども、これ以外にも FX、バイナリーオプション、システムトレードなど、あと週末恒例来週の戦略など動画をアップロードしていきますので、チャンネル登録をお願いいたします。はい、そして私のブログはこちらの2つありますので、こちら2つの検索キーワードもしくはこの動画の解説欄に掲載されております URL よりご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。あ、そうです、検証作業もね、私のブログの方で、始めていますので、興味のある方はそちらもぜひご覧ください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。